い、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、12月試験の方に対して何かアドバイスできればなと思っております。残り1週間しかないので、その1週間の中で何をすべきなのか、何をしたらいいのか、これについてお話しできればなと思っております。重要なキーワードで言うと、確実な知識を増やすってことなんですね。確実な知識を増やす。曖昧な知識っていうのはどれだけ増やしたとしても点数につながりません。曖昧な知識は点数につながりません。確実な知識が点数を生むんですね。だから確実な知識を増やしていきましょうっていう話です。曖昧な知識だと、実際本試験で問題見た時に、あれどっちだったっけとか、あれこれどんなルールだったっけって大体忘れるんです。通常の日頃の勉強であれば解ける問題であったとしても、本試験になってくると、飛んじゃうんですよね。頭が真っ白になっちゃうんですよ。だから曖昧な知識ではなくて、確実な知識にするっていうことが重要になってくるんですね。じゃあそのためにどんなことをしなければいけないのか、二つに分けてお伝えします。まず一つ目、今現状もう全くわからない問題はもう復習しない。そんなところ勉強している時間ってもうないんですね。今全くわからない問題であれば、今から勉強して、あ、なんとなくわかったなってなったとしても、それっていうのは確実な知識までにはならなくて、曖昧な知識までしかやっぱならないんですよ。であれば、初めにもお伝えをした通り、そこっていうのは点数につながらないんですよね。だからそういったもう全くわからない問題はもう復習しない、もう勉強しない、そういったところは、飛ばしてですね、覚えるだけでいい問題で、覚えきれていないものに絞って復習していきましょうっていうことです。新しい問題をやるよりも、これまで勉強してきた問題で、まだね、頭に定着していない、解説見たらわかるけれども、まだちゃんと頭に入っていない、そういったものを中心に復習していく、これがすごく重要です。で、1週間あるわけなので、その中で、まあ、2回とか3回復習できると思います。そうすると、そこでやった問題、2回3回、この1週間で2回3回やった内容っていうのは確実な知識になると思うんですね。だからこういった覚えきれていない曖昧なものを抽出してきて、で、それに絞って復習をしていくっていうことをぜひ行いましょう。実際ここ2、3年の、本試験で言うとですね、まあ今年の10月試験もそうです。もう基本的なところを押さえていたら合格できる、試験になっちゃってるんですね。難しい問題って正直解けなくても合格できる資格になっちゃってるんです。現状宅建っていうのは。おそらく1週間後の12月の試験も同じような感じじゃないのかなと思うんですね。来年はわかんないです。来年はわかんないけども、とりあえず今年12月試験で言うと、まあ、10月試験と合わせてくると思うんですよ。レベルを。問題のレベルですね。だから合格点は、まあ、37点とか、まあ、それぐらいで落ち着くんじゃないのかな。37、3、まあ、38はね、行き過ぎなんですけれども、まあ、36、7、8ぐらいで落ち着くんじゃないのかなって思うんですよ。だから基本的なところをしっかり押さえておけば合格することって可能なんですね。で、もし万一難しい試験になったとしても、結局は宅建試験って相対評価なんですね。で、宅建試験っていうのは毎年変わってくるじゃないですか、点数って。簡単な試験だったら合格点上がってくるし、難しい試験だったら合格点下がるみたいな感じで相対評価なんですね。だいたいトップ15から 20% ぐらい、これを合格者にする、そのために合格ラインを設定するっていう風に相対的に評価するんですよ。なので難しい問題がもし出たとしても、ちゃんと基本的なところさえ得点できればトップ 20% には入れるんですね。なので残り1週間でやるべきことで言うと、今言ったように基本的な部分について確実な知識にしていく、確実な知識を増やしていく、残り1週間で、それをぜひやっていただければと思います。まだ1週間ありますので、詰め込めるだけ詰め込みましょう。もう今からの時期っていうのはもう丸暗記学習で大丈夫です。理解学習じゃなくて、もう丸暗記でできるところ、数字なんかは特にそうですよね。もう丸暗記でいいので、あと語呂合わせで覚えているのであれば、その語呂合わせもう一回復習して使うことができるのか、ぜひ確認していただければと思います。今年あなたが合格できることを願っておりますので、残り1週間頑張っていきましょう。レトスの小野でした。